皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。さまざまな話題を集めているパリ五輪の選手村において、今度は異例な形で大事な休息を得ていた選手がいたことが明らかになった。画像、エアコンなしの質素なデザイン、パリ五輪選手村の全容をチェック、組織委員会が史上最も優しい大会を目指し、エアコンを部屋に配置しないなど、 さまざまな点から注目を集めている選手村の部屋は本来アスリートにとっては大事な競技に臨む前の気持ちを整える大事な場所となる。しかし、今回は部屋にクレームを訴えていた選手が何とも意外な場所で発見されたという。A 氏、ザさんは、金メダリストのトーマス・チェッコンは選手村の状況について嘆き悲しんだ後、公園で眠るとのタイトルカットで記事を掲載。記事中では、 イタリアのスターは疲労回復のために、屋外で寝ることで、この問題を独自の方法で解決しようとしていると伝えている。チェッコンはイタリア出身の23歳。今回のパリ五輪では100メートル背泳ぎで金メダルを獲得。モデルのような肉体身にも世界中から注目が高まっている。同記事によると、サウジアラビアのボート選手のフセイン・アリレザが、 チェッコンが選手村の敷地内のベンチそば芝生で昼寝しているところを見つけ、選手村の敷地内にタグ付けをしてインスタグラムに投稿したという。実際に記事中には芝生の上に白いタオルを敷き、白いポロシャツ、紺の短パンを身につけ、懸命に睡眠を取ろうとするチェッコンの姿が映し出されている。チェッコンはフランスの日刊誌、エスト・フランスでも、 部屋はエアコンがなくてとても暑いし食べ物もまずいだから多くのアスリートが引っ越してるんだと選手村にクレームを訴えていた記事中でも睡眠をとるために極端な努力を選んだと表現されている今回の選手村の環境においては多くの選手が不満を訴える中結婚も独自のやり方で自身のコンディションを整えようと試みたようだどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。